はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、戦略についてです。製品と市場の2つの軸を使って戦略がどういう方向性になるのかについて皆さんと一緒に考えていければと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは戦略についてです。戦略の方向性という話になります。で、具体的にはですね、製品と市場のこの2つの組み合わせを使ってどういう戦略が考えられるか、どういう戦略の方向性になるのかというのを、一緒に見ていければなと思っています。で、この話はですね、端的に言うとアンツォフのマトリクスという考え方になります。で、その話をですね、もう少し、平たくこう見ていければなと思って話をしていきます。で、戦略の方向性を見極めるときに、製品と市場、製品と言っているのは、商品とかサービスを相対してのものだというふうに捉えていただきたいんですけれども、その商品とかサービス、製品と市場のそれぞれの2つでどこにこう新しく、こう足を踏み出していくかという考え方で戦略の方向性が見えてきます。つまりですね、製品で、今までの製品を使うのか、新しい製品を打ち出していくのか、市場、顧客というふうに見ていいと思うんですけれども、市場つまり顧客を、今までのお客さんを相手にするのか、それとも新しいお客さんを相手にするのか、この組み合わせによって戦略というのが見えてくる、戦略の方向性が打ち出せるという話になります。ではもう少し具体的に見ていきましょう。で、戦略の方向性、今回ご紹介するのはここでは3つですね、大きく3つあります。で、1つ目の方向性なんですけれども、新しい商品サービスを作って、それを今までのお客さんに提供するというやり方です。こう新商品、あるいはこう新しいそのシリーズものを出すとかですね、そういった商品サービスを新しくすることによって今までのお客さんに新しいものを提供する、これが一つ目の方向性になります。では二つ目の戦略の方向性は何かなんですけれども、顧客開拓になります。具体的にはですね、今までのその商品とかサービスを新しいお客さん、ターゲット顧客を広げるという考え方になるんですけれども、既存の製品商品とかサービス、これを新しい、今まで売っていなかった、今までにこう相手をしてこなかった新しいお客さんにこうターゲットを広げる、あるいはターゲットをこうシフトするという考え方、これが顧客開拓になります。で、1つ目と2つ目の違いを見ていくとですね、1つ目というのは新しい製品を既存の顧客に提供するんです。で、2つ目の顧客開拓というのは、組み合わせを逆にして、既存の製品を新しい顧客に提供する、この違いになります。はい、では戦略の方向性3つ目は何でしょうか。これはですね、製品も市場、つまり顧客ですね、製品もお客さんも両方ともで新しい方向を打ち出すです。これが一番難易度としては3つの中では高くなります。というのは、まず、新商品、新製品、新しいサービスを打ち出すので、まだ製品としてもこれまで扱ったことがないものを新しくなる、さらに、市場自体も新しくなる、つまり今までに相手をしてこなかった、付き合いのなかったというお客さんですかね、新しいそのターゲット顧客になっていくので、製品も新しければ顧客自体も新しくなります。ですので、その分ハードルが2倍になるという感じです。単純に2倍というわけではないんですけれども、製品も新しいし顧客も新しいということで、一番こう難しい、それぐらい、リスクではあるんだけれども、当たれば今までにない商品を売っていくし、かつお客さんも新しく獲得できるので、リターンも大きくなるんですけれども、その分ハイリスクハイリターンという位置づけになります。ここまで戦略の3つの方向性を説明しました。まとめる手としてもう一度言っておくと、1つ目の方向性というのは製品を新しくして既存のお客さんに売っていく、これが1つ目です。で、2つ目はその逆で、製品は既存のものなんだけれども、お客さんは新しいターゲット顧客、新しい顧客を開拓していく、これが2つ目の方向性です。
で3つ目は製品も顧客も両方とも新しくする、新しい製品を新しい顧客に売っていく、これが一番、難易度としては高いですし、まあ、ハイリスクハイリターンの方向性になります。でここまで3つの戦略ですね、製品と市場の2つの軸から、まあ、新しいか既存かという組み合わせから、まあ、3つの方向性、まあ、どこに戦略を見出していくのかという話をしました。でこの3つというのはどれが正解というわけではないんですね。あくまでそのビジネスの文脈においてどれが正解かというのが決まってくる、あるいはこう決めの問題というふうにも捉えることができます。まあ、重要なのは、自分たちがそれを認識できていることですね。ただなんとなく新規のお客さんを狙うというわけではなくて、今までの商品サービスを使って新規のお客さんを狙いに行くという、まあ、意図と意思を持ってそれをやっているのか、あるいはハイリスクハイリターンということを覚悟の上で新商品を新しいターゲットに打ち出していくのか、ここの違いをしっかり自分たちが意識しておく、分かってやる、分からずになんとなくではなくて分かってやっておくというのが重要かなというふうに考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひフォロー、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。